こんなワクワク久しぶり。あなたも好きなの？ボーイズラブ。年の差58歳の2人をつないだのはボーイズラブ。かっこいいですね。推しに出会えた時、最初と最後の青春が始まる。三度の飯より夢中ぶさ、やっとのことで手に入れたのさ。これがなけりゃ今日はうつろ、そうさ誰にも邪魔はさせないのさ。太陽のようで月のような、風のようで雨のような、大地のようで空のような、こいつがなけりゃ暮らせない。おー、すべてなくし果てても、身ぐるみ剥がされても、これさえあれば平気さ、望むものなど何もない。メタモルフォーゼの縁側、カナモ負けるな。